ネアルコは、イタリアの競争馬。1930年代後半に活躍した。リボーに並ぶフェデリコテシオの傑作と言われ、競争馬として14戦14勝の戦績を残し、シュ馬として1947年と1949年に、イギリス・アイルランドのリーディングサイアーとなった。馬名の由来は、紀元前6世紀のギリシャの画家、ネアルコスにちなんだもの。 体高は162.6センチメートル。直径子孫は世界のサラブレッドの約半数を占めるまでに発展している。ネアルコは1935年1月、母のノガラが後輩のために訪れていたイタリアの牧場で生まれた。ノガラはネアルコの生産者でもあるフェデリコテシオが購入した繁殖品はキャットニップの産区で当初テシオはノガラに イギリスの名主母場であるフェアウェイを配合しようとしたが、機会を得ず、その前兄であるハロスを配合してネアルコを生産したと言われる。ネアルコは1937年6月に競争馬としてデビューすると、同年11月にかけて、イ・グランクリテリウムを含め7連勝し、この年のイタリアにおける最優秀2歳馬に選出された。 翌1938年も連勝は続き、パリオリ賞、デルビーイタリアーノを制し、イタリアクラシック2冠を達成したほか、コバを相手に、イタリア最大のレースといわれる、ミラノ大賞点も優勝した。ミラノ大賞点優勝の時点でね、アルコの戦績は13戦13勝というもので、テシオのもとには、 世界中から購入の申し込みが殺到したがテッシオはこれを断り6月に当時世界有数の国際レースであったフランスのパリ大賞店に出走させたこのレースにはイギリスのダービーステークス優勝馬ボアルセルフランスのジョッケクルブ賞優勝馬シラフランスのディアヌ賞優勝馬フェリーなど英物の有力馬が多数出走したがネアルコは オッツ29時10分と最も人気を集め、レースでは人気に応え優勝した。パリ大商店の4日後、ネアルコはイギリスのブックメーカー兼競争場生産者のマーチン・ベンソンに6万ポンドで売却された。この価格はサラブレッドの売却額としては当時の世界最高額であった。トレード成立によってネアルコはイギリスへ渡り、以後レースに出走することなく、 シュボバとなり、ニューマーケットのビーチハウス牧場で共用された。ネアルコの種付け量は、バーラム、ソラリオの500ギニーに次ぐ400ギニーと、高額であったが、種付け申し込みを始めると、わずか2時間で、向こう3年分の予約が埋まるほどの人気を集めた。サンクは初年度サンクのレディッシュビルと、ナスルーラが1942年の2歳フリーハンデの、 首位と2位を占めるなど正規から活躍を見せ、その後も2バ場ニンバス、ダービーステークス優勝場ダンテなどを輩出。1947年と1949年にイギリスアイルランドのリーディングサイアーとなった。ネアルコの3区も多くが種ボバとして成功し、そのサイアーラインはアメリカを中心に大きく発展していった。現在に至るサラブレットの決闘の父方をたどると、 その多くは、ネアルコにたどり着く。20世紀の最も成功した主王馬である、ナスルーラとノーザンダンサーがネ、ね、アルコの直系子孫であり、その他に、日本のサンデー・サイレンスやオーストラリアの、サートリストラムという名手ボバの不景祖先にあたる、ターントゥの父ロイヤル・チャージャーもネ、ね、アルコの産区である。当初ネアルコの3、4など強いクロスで実績が上がらず、 ハイペリオンとの相性の悪さなどの問題もあったが、ナスルーラ、ノーザンダンサー、ターンプの血を掛け合わせね、アルコの遠いクロスを作ることで爆発的な成功を収めている。ありがとうございます。